プロである以上、観客に夢を与えることが一番です。これまで誰もできなかったことができている。まさに夢です。誰にも真似できない選手になってもらいたいです。翔平は物理的にも大きいわけですし、アメリカの選手に全くサイズ的にも劣らない。あのサイズであの機敏な動きができるというのはいないですからね。それだけで世界一にならないといけない選手ですよ。できる限り無理をしながら翔平にしか描けない時代を築いていってほしい。今から25年前、メジャーと日本のプロ野球の間には越え難い高い壁が存在していました。日本人にとってメジャーは憧れどころかファンタジーの世界であり、選手たちは本物のスーパースターに見えたものです。そんな場所へ後ろ盾もない状態で自分の体一つで乗り込んだのが、トルネード投法で旋風を巻き起こした野茂英雄氏。それ以降、イチロー氏、松井秀喜氏ら日本球界で名を馳せた名選手たちが活躍の場をメジャーへと移し、日本人メジャーリーガーのバトンをつないできました。そして現在そのバトンを持っているのがメジャー7年目の大谷選手です。メジャーでも前例のなかった二刀流選手として、打っては屈強なメジャーリーガーたちをも凌駕する特大ホームランを量産。投げては160キロを超えるストレートで並み居るメジャーリーガーを打ち取ってきました。そんな大谷選手の活躍は日本人元メジャーリーガーたちの希望となっています。ということで今回は日本人元メジャーリーガーたちが語った大谷選手の凄さについてご紹介していきます。皆さんがよく知る選手たちのコメントをふんだんにご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。それでは早速参りましょう。誰にも真似できない選手になってほしい、野茂英雄氏。まずは代名詞のトルネード投法でメジャーに旋風を巻き起こした野茂英雄氏。大谷選手がドジャースの一員となる29年前、当時26歳だった野茂氏のメジャー挑戦は日本球界との決別から始まりました。野茂の代理人を務めたダン野村氏は当時をこのように振り返っています。近鉄からの任意引退という方法を選んだことで我々は大バッシングを受けた。それを覆すために野茂君は成績を残すしかないと覚悟を決めたんです。野茂氏が近鉄を飛び出した1994年シーズンオフはまだメジャーに挑戦する方法が確立されていなかった時代。後に石井和久氏、黒田博樹氏、前田健太氏、そして大谷選手や山本由伸選手ら多くの日本人が加入するドジャースへの入団はまさに未知への挑戦だったのです。ダン野村氏はこのように続けています。私は野茂君の口からメジャーに行きたいと聞いて、日米協定や日米の野球協約を調べ尽くしました。そこで日本で任意引退となればアメリカでは FA と解釈されて移籍できることが分かった。 NPB から任意引退選手は海外でプレー可能とする書面も取れたので、問題はどう任意引退にできるかでした。結果的に近鉄側が口にした契約しないと任意引退にするというセリフに素直に応じ、ドジャースとマイナー契約に至った野茂氏ですが、契約は1年わずか10万ドル、当時のレートでおよそ980万円という信じられない金額での契約となりました。日本人メジャーリーガーたちが数十億、数百億円規模の契約を勝ち取る現代においては考えられないような数字で、メジャー関係者のほとんどが日本人がメジャーで通用するわけがないと考えていたことがわかります。しかし世間の評判とは裏腹に、野茂氏はメジャー挑戦1年目から独特なトルネード投法から分かっていても打てないストレートと落差の大きいフォークボールでメジャーの強打者たちを圧倒。最終的に1年目のシーズンでは13勝6敗、防御率 2.54、236奪三振、三冠風でアジア人初の新人王にも選出されるなど、強烈なセンセーショナルを巻き起こしました。結果的に引退までの13年間でノーヒットノーラン2回、最多奪三振2回という偉大な成績を残し、メジャー関係者の先入観を大きく変えた野茂氏は、後に続く日本人メジャーリーガーの道を切り開いたパイオニアと言えるでしょう。そんな野茂氏は、花巻東高校から日本プロ野球を経由せずにメジャー挑戦を目指し、プロ入り前から二刀流を希望した大谷選手の姿をこのように評価していました。今までやったことのないことをやっている。誰にも真似ができない選手になってもらいたい。本人がやりたいのが一番だが、野球ファンとしてどっちかといえば二刀流をやっているところを見たい。メジャーでも見てみたいですね。結果的に大谷選手は日本ハムに入団することになりましたが、同じパイオニアとして大谷選手に期待を寄せていたことがわかりますね。
2016年に日本プロ野球界で二刀流として躍動する大谷選手の姿を見た野茂氏はこのように語っています。彼は二刀流という大きな流れを切り開くトップランナーです。プロである以上、観客に夢を与えることが一番です。これまで誰もできなかったことができている。まさに夢です。数字もきちんとついてきていますし、ピッチャーとしても野手としてももっともっと活躍できるし、活躍してほしいと思っています。その後、大谷選手は2017年シーズンオフにポスティングシステムを利用したメジャー移籍を表明し、エンゼルスに入団。2018年シーズンには野茂氏と同じ新人王、2021年には満票 MVP など二刀流の可能性を見事に証明してみせました。2022年に元東京ヤクルトの古田敦也氏と共に討論番組に出演した野茂氏、大谷選手の話題が上がり、古田氏から野茂さんもホームラン打ってますよね、何本ですかと振られると、野茂氏は4本ですと答えた上でこのように語っています。いやいや、古田さんよりは打てるかもわからないですけど、大谷君にはかなわないですよ。こうなってほしいと思って見てましたけど、現実こうやって投打の両方で結果出して、しかも1年間フルで戦えるってすごいです。また大谷選手の球速の話になると、野茂氏は自身の経験を踏まえながらこのように分析しました。100マイル超えるとバッターの打率が一気に下がるんですよ。コントロール関係なく投げるだけで抑えられるって感じになってますね。そこまでついていけてないんでしょうね、バッターが。100マイルを超えるストレートを投げる日本人投手は多くありません。打者としても活躍しながら100マイル超えのストレートを連発している大谷選手は、やはり天性の才能を持っているのでしょう。その後、怪我に見舞われながらも歴史的な活躍を続けた大谷選手は、昨シーズンオフに10年総額7億ドル、およそ1015億円でドジャースと契約し、ついに野茂氏と同じユニフォームを着ました。野茂氏は今シーズンは打者に専念しながら、投手復帰に向けてリハビリに励んでいる大谷選手に向けて、このようなエールを送っています。すごいっていうか、これで打つだけじゃなくて、また投げられるようになったら楽しみ。本当にすごい体力だと思う。自分と比較なんてできない。野茂氏がいなければ、今のように日本人選手がメジャーに渡っておらず、大谷選手自身も日本プロ野球でプレーを続けていたかもしれません。野茂氏から次なるパイオニアのバトンを託された大谷選手には、これからも二刀流として大活躍してもらいたいですね。誰にも真似できない選手になってほしい。イチロー氏。続いては日米通算4367安打という大記録をはじめ、10年連続200安打以上、年間最多安打記録262本など、持ち前の打撃技術とスピードで野球ファンを魅了したイチロー氏。普段コーチにも自分からアドバイスを求めることは少ないという大谷選手ですが、イチロー氏のことは兄のように慕っています。2018年のスプリングキャンプではメジャーの適用に苦しみ、オープン戦でなかなか結果を残せなかった大谷選手はバット1本を抱えてイチロー氏の自宅に行き、アドバイスを受けたことを明かしています。技術的な話もしたけど、自分の才能というか、やってきたこととか、自分の持っているポテンシャルとか、そういうのをもっと信じた方がいいよとアドバイスされた。自分が欲しかった言葉、変わるきっかけになった。1時間ぐらい話して、最後はユンケルをもらって帰った。メジャーで結果を残し続けてきたイチロー氏からのアドバイスは、大谷選手の変わるきっかけとなったようで、シーズン開幕後から投げて打ってと大活躍。二刀流大谷翔平という言葉が全米に轟きました。そうした中、2018年4月11日、アメリカメディアジ・アスレチックは、イチローが大リーグを熱狂させた17年後、彼は今大谷翔平に畏敬の念を抱いているというタイトルの記事を掲載。メジャーに渡ってからたった2週間弱で大きな注目を浴びることとなった大谷選手の二刀流としての活躍をこのように称賛しています。イチローは大リーグに来た過去最高の日本人選手だが、過去最高でいられる時間はそう長くないのかもしれない。大谷翔平は大リーグでデビューして2週間弱で大リーグを完全に変えてしまった。さらに当時のイチロー氏の活躍には疑いの目があったことについても指摘し、これまでの軌跡をたどりました。北米の野球界は当時イチローに夢中になった。それまではスカウトリポートにもイチローの能力の高さについて言及するものもあったが、イチローの能力を疑うものもあった。イチローは日本で7年連続で首位打者を取り、守備でも多数のゴールデングラブ賞を受賞していた。野茂をはじめ母国から渡ってきた先輩たちは大リーグで成功していたが、イチローは日本プロ野球から大リーグに挑戦した初めての野手だった。
これだけの成功を収められることをほとんどの人は信じていなかっただろう。今になって振り返ると、イチロー氏と大谷選手はメジャー移籍当初同じような境遇に置かれながらも徐々にスーパースターとしての地位を確立していったようですね。さらに記事の中では、イチロー氏が大谷選手について言及したコメントも掲載されています。イチロー氏は次のようなコメントを残していました。試合前の準備や練習で大谷翔平が100マイルを投げ本塁打を打っていたら、人はそれを見て驚くはずだ。そしてそれを試合の中で見ればもう説明も理解もいらない。ただ座ってそれを見ているだけだ。スター選手は正しい時に輝きを見せる。彼が今していることはスター選手とそうでない選手との違いでもある。注目が集まる中で全てをやっているのだから、ただ信じられない。またイチロー氏と大谷選手はプライベートでテキストメッセージや電話で連絡を取り合う中であることを明らかにした上で、イチロー氏のコメントをこのように続けて記しました。大谷のどっしりとした心構えが身体的、精神的、感情的な面で切り抜ける上での助けになる。僕は他の人々と同様に大谷がマウンド上、そして打席で素晴らしい結果を残していることにも衝撃を受けている。大谷の二刀流は控えめであっても素晴らしいこと。大リーグで投げる、大リーグで打つということはそれぞれが共に良いパフォーマンスでなければ難しいこと。彼は両方を高いレベルでこなしている。両方でこれまで残している結果はただ信じられない。長年メジャーでプレーし、たくさんのことを経験してきたイチロー氏ならではのコメントのように感じますね。また大谷選手のメジャー1年目のシーズンが終わると、イチロー氏はこのような期待を示していました。初めてホームランバッター、日本人として来たなという感じがします。センター中心にあれだけの距離を出せる選手はこっちにもなかなかいない。昨シーズンに日本人選手初の本塁打王に輝いた大谷選手ですが、イチロー氏はその日が訪れることを予言していたようですね。またイチロー氏は大谷選手の特筆すべき才能についてこのように分析しています。対応力でしょうね。先発のリークの球に全然合っていないように見えて、最後は甘いところを仕留めるわけですから、それをすっとできる能力というのはなかなか人は持っていないですから、それは大きな才能ですよ。100マイル投げるとか誰よりも飛ばすことよりも実は大事な能力、そういうふうに見えますけどね。またイチロー氏は自身の引退会見でも大谷選手について言及し、このように語っています。翔平は物理的にも大きいわけですし、アメリカの選手に全くサイズ的にも劣らない。あのサイズであの機敏な動きができるというのはいないですからね。それだけで世界一にならないといけない選手ですよ。そう考えています。翔平との対戦残念でしたけど、できれば僕が投手で翔平が打者でやりたかったんですよ。それは誤解なきよう。さらに記者から、大谷選手は今後どのような選手になっていくと思いますかという質問を受けると、このように答えました。なっていくかどうか、そこは占い師に聞いてもらわないとわからないけどね。投げることも打つこともやるのであれば、僕は一シーズンごとに投手、次のシーズンは打者としてサイヤング賞と本塁打王を取ったら、そんなことなんて考えることすらできないですよ。でも翔平はその想像をさせるじゃないですか。この時点で明らかに人とは明らかに違う選手だと思う。その二刀流は面白いと思うんですよね。なんか納得いってない表情ですけど、投手として20勝するシーズンがあって、その翌年に50本打って MVP 取ったら化け物ですよね。でもそれが想像できなくはないですからね。そう思ってますよ。その後2021年シーズンに満票 MVP に輝き、まさにメジャーの顔となった大谷選手。1年間大谷選手の活躍を追っていたというイチロー氏はこのように称えています。大谷翔平といえば二刀流、無限の可能性、類いまれな才能の持ち主。そんなぼんやりした表現をされることが多かったように思う。比較対象がないこと自体が誰も経験したことがない境地に挑んでいる凄みであり、その物差しを自ら作らなくてはならない宿命でもある。外野からの視点だが、怪我なくシーズンを通して活躍した2021年は具体的な数字で一定の答えを出した年だと思う。中心選手として長い間プレーするには1年間全力でプレーした軸となるシーズンが不可欠だ。それが今年気づけたのではないか。また今後の大谷選手にこのようなエールを送りました。アスリートとしての時間は限られる。考え方は様々だろうが、無理はできる間にしかできない。2021年のシーズンを機に、できる限り無理をしながら翔平にしか描けない時代を築いていってほしい。できる限り無理をしながらという二律背反するようなイチロー氏のエールを正しく理解できるとしたら、
それは大谷選手ただ一人なのかもしれませんね。彼こそが真の長距離打者だ。松井秀喜氏。続いては日米ともに10年ずつの現役生活を送り、日本で332本、アメリカで175本の本塁打を記録した松井秀喜氏。大谷選手がプロでの二刀流を表明した際、歴代 OB から多くの批判の声が上がった中でも、松井氏は大谷選手の意思を尊重するコメントを残していました。両方やっていては一流にはなれないという意見もあるようだが、これまでほとんどいなかったわけだから、無理だということ自体おかしいと僕は感じる。難しいのはわかるが、前例のないことをいきなり否定できない。その後、二刀流として成長を遂げた大谷選手は、2021年シーズンに、大谷選手が31本目のホームランを放ち、松井氏が持っていたシーズン本塁打記録に並びました。これを受けて松井氏はこのようにコメントしています。大谷選手の驚異的な本塁打のペースに、ただただ感嘆しております。彼が持っていた素質に加えて、打撃への探求心やトレーニングが、メジャー屈指の長距離打者に成長させたのではないかと思っております。これからますます大谷選手を応援されるファンの方々や、彼のようになりたいと思う少年たちが増えると思います。今後もファンの方々や少年たちの夢を背負い、躍動される姿を私も一野球ファンとして期待しております。また別のインタビューでも大谷選手の凄さについてこのように語っています。間違いなくホームラン打者。技術とパワーの両方が揃わないと、なかなかあれだけの数字は打てない。彼は本当にメジャーリーグでもナンバーワン選手なんじゃないですかね。っていうふうに私は感じます。まずパワーですね。ライトポールからレフトポール、どこにでもホームランを打てる。彼の強みですよね。大リーグで私も長距離打者と呼ばれたことはありましたが、彼こそが真の長距離打者だと感じます。自身も日米通算500本塁打以上を放った屈指のホームランバッターですが、その松井氏が大谷選手のパワーがすごいと褒めているところを見ると、改めてその凄さがわかりますね。そして2023年に大谷選手が日本人選手初の本塁打王に輝いた際、松井氏はこのように称えました。日本人の本塁打王は昔は想像もつかなかったことじゃないですか。自分でもね。かすりもしなかったですからね。自分の中ではね。ですから、やっぱり彼が本塁打王に進むのはすごいことだと思います。自分がプレーしてきた感じからするとね、とんでもなくすごいことだと思います。また記者からその要因について問われるとこのように答えています。それはいろいろとあると思いますね。ここで話すと長くなるくらいあると思います。一言で言えばパワーと技術両方だと思います。じゃないとね、あれだけホームランは出ないと思います。細かいこと言えば結構あると思いますけど、ずっとゲームを見ているわけではないのでわからない部分はありますよね。一言で言えばパワーがある。どの方向にもホームランを打てるというね。細かいスイングの軌道の質まではちょっとわからないですけど、私とは全くレベルが違うパワーヒッターですよ。メジャーで10年戦った松井氏の意見には説得力がありますね。そして4月22日、ヤンキースタジアムで行われたアメリカ野球殿堂博物館のイベントに出席した松井氏。その後記者会見に出席した松井氏には、日米の記者から数々の質問が集中し、中でも4月13日に、メジャー通算175号を放って松井氏に並んだ大谷選手に関する質問が多く寄せられました。まず記録について聞かれた松井氏はこのように答えています。何も感じないですかね。彼の存在の大きさ、また選手としての素晴らしさは私の数字と比べる必要は全くないと思います。その一方で大谷選手がこれから作り出していくであろう記録について関心があるかと問われると、きっぱりこう答えました。ないですかね。ファンの皆さんは予想して楽しめばいいと思いますけど、私が思うのは彼がいい状態でのプレーをただ応援したいだけですね。そして節目の一打を打つ際にはメンタル的に難しいかと聞かれると、自身の経験も踏まえながらこのように答えました。正直言ってメンタルが打席に影響することはないですね。なぜなら試合中に自分の記録のことを考えながらプレーすることはないですから。試合中はやっぱり勝つためにベストを尽くすことを考えていますから、自分の記録がかかっているから打席が難しくなることはなかったですかね。試合に臨む気持ちは人それぞれ違うと思いますけど、私の場合は勝ちたい、いいプレーしてチームの力になりたいと考えていたのでないですね。松井氏のインタビューが終わった直後、大谷選手は本拠地で行われたメッツ戦でホームランを放ち、これでメジャー通算176本塁打とし、松井氏を抜いて日本選手単独最多に躍り出ました。試合後のインタビューに応じた大谷選手はこのように話しています。
最近になってどのくらい松井さんが打っていたか知った。知ってからはやっぱり目標にしていたし、早く打ちたいとは思っていた。素直に嬉しい。ちょっと前回のホームランから時間がかかっているので、今日打てたので安心と喜びがある。長打を持ち味にして打っていくスタイルというのは、サイズがないと難しいところもある。そういう意味では、日本選手の幅が広がる。打撃自体の幅が広がっていくんじゃないかなと。大谷選手にとって松井氏は憧れの選手の一人でした。偉大な先輩の記録を塗り替えることができて嬉しかったのでしょうね。進化のスピードが超人的だ。斉藤隆氏。続いては36歳にしてのマイナー契約からドジャースのクローザーへと這い上がった斉藤隆氏。2021年に斉藤氏は大谷選手について徹底分析しました。まずメジャー移籍当初と比べて大谷選手の長打が劇的に増えた理由について次のような見解を示しています。大谷選手は筋力がついて肉体が一回りも二回りも大きくなっています。普通肉体が大きくなっても動作は脳を経由するのですぐに反応がついてこないものですが、すぐに反応できています。スイングスピードが速くなって理論的には反応できる球でもこれまでと距離感が違ったりして打てないものですが、打つたびにどんどん適応しています。その適応力は超人的で、成長のスピードがまさに覚醒しているという感じだと思います。体の大きさと適応力の高さが成績向上の要因となっているようです。また斉藤氏は大谷選手には苦手なゾーンがないと言います。打者というのは普通得意なゾーンのすぐそば、紙一重のところに苦手なゾーンがあるものなんです。投手としては普通そこを狙うんですが、今の大谷選手にはそれがほとんどない。左投手がスライダーやカーブでストレートと球速差をつけても2打席目にはだいたい捉えられているので、歩かすしかないというかお手上げに近い状態だと思います。投手としてはヒットにしかならないゾーンがあるならそこを攻めるけど、そこもホームランになるとこれは大変です。今シーズンはストライクゾーンの見極めで一時は調子を落としていた大谷選手ですが、このような強みがあるがゆえのことだったのかもしれませんね。さらに斉藤氏が注目したのは大谷選手の積極性。2021年シーズンを見ると、大谷選手がストライクゾーンに来た最初のボールをスイングする割合、ファーストストライクスイング率は 61.6%。 中でもシーズン本塁打数のおよそ3分の1をファーストストライクで仕留めていたようで、斉藤氏はこのように語っています。これは凄さを象徴する数字です。最高のバッターの証です。投手はタイミングをずらすために変化球を投げるなど駆け引きをするわけですが、それが通じない。前世紀のバリー・ボンズ選手など本当に名だたるレジェンド級です。投手のモーションは千差万別だし、攻め方も違うので、わずかにでもタイミングがずれるものです。ところが大谷選手の場合、詰まらせたりいろいろ狙うけど、特に右投手に対してはほぼ崩れない。そこが驚異的だと思います。最後に斉藤氏は自身のメジャー経験から、大谷選手がアメリカのファンの心を捉えている理由について次のように分析しました。大谷選手の場合、バーチャルやアニメのストーリーでも想像がつかないことが目の前で起こる。とんでもないボールをホームランにしてみたり、明日は投げるらしいよと言って勝利投手になってみたり、それをさらっとやってのけるわけですから、まさにドラマの世界ですよね。二刀流で活躍する大谷選手はまるで漫画の世界にいるような存在です。加えて大谷選手にはドラマティックな場面が用意され、その都度結果を残してきました。そのような大谷選手のストーリー性がアメリカファンの心を掴んでいるのでしょう。また大谷選手がドジャース移籍第1号ホームランを放った4月4日のジャイアンツ戦で解説を務めていた斉藤氏、試合後大谷選手がデーブ・ロバーツ監督から助言を受けていたことを明かすと、斉藤氏はこのように称賛しました。本塁打が出ていなかったことを気になっていたんだなというのも分かりましたし、ロバーツ監督とコミュニケーションを取れたとおっしゃっていた。新たなチームでスタートを切って、かつこの本塁打もコミュニケーションの中で生まれたということが分かりました。非常にいいホームランでした。ロバーツ監督が非常に素晴らしい人格者というのは知っていますが、監督としてこういったコミュニケーションの取り方は彼の調子を見ながら非常にいいタイミングで取ってくれたなと思います。ファインプレーですね。斉藤氏が注目したロバーツ監督の言動。2006年シーズンから3年間ドジャースでプレーした斉藤氏はロバーツ監督とも交流があるようですね。大谷選手がドジャースで投手として復帰するとき、斉藤氏がどのように分析するのか楽しみですね。僕の中ではこんなもんじゃない。新庄剛志。続いては現役時代はまさに記憶に残る選手としてファンを楽しませ、
現在は日本ハムの監督として勝負の3シーズン目に臨んでいる新庄剛志。2020年当時、トライアウトで現役復帰を目指していた新庄監督は自身のインスタグラムで、室内練習場でバッティング練習をする大谷選手の動画とともにこのようなエールを送りました。大谷くんが二刀流でアメリカに挑戦したことは去年かな？知って素晴らしいの一言。誰もやったことのないことをやることのプレッシャーを楽しむ心の強さ、自信、勇気、度胸、君は素晴らしい。どんな状況になっても楽しむ勇気を忘れずに、これからも大谷くんらしく突っ走ってな。挑戦が大好きな新庄氏らしいエールですね。また2021年8月12日に日本テレビ系ぐるぐる99に出演した際、 MC を務めていた羽鳥慎一アナウンサーから大谷選手について聞かれると、このように答えました。200年に1人くらいのレベルだって。投げて打って、みんな知ってます？最初に二刀流をしたの僕ですから。僕がしたんですから。大谷の二刀流はパクリですよ。新庄氏自身も阪神時代に投手挑戦を志し、オープン戦でマウンドに立ったことがあります。そんなジョークを交えつつ大谷選手を称えたのですね。さらに2021年シーズンに大谷選手が46本塁打を放ち、屈強なメジャーリーガーたちと本塁打王争いを繰り広げたことについて、新庄氏はこのように称賛しました。大谷君お疲れ様。日本人がメジャーでホームラン王争いできるなんてとんでもない。君は素晴らしい。来年は本人が一番楽しみだろうな。素晴らしいですよね。まずはホームラン王争いのあの場所に日本人がいること自体もうありえないです。そして自身の経験も踏まえながらこのように続けます。僕もメジャーを経験して飛ばないんですよ、ボールが。一回り大きくて、それをあれだけ軽々とスタンドに持っていくというのは、僕がいつも言う地道な努力であれだけの体を作って、なかなかあれだけの体は作れないと思うので、陰で努力した結果今答えが出始めている。新庄氏は大谷選手が積み重ねた地道な努力を認めているようですね。だからこそ大谷選手の可能性にさらなる期待を示しました。僕の頭の中では彼はこんなもんじゃない。投げる方も打つ方もさらに上の高いレベルでみんなをギャフンと寄せるような活躍を来年するつもりでいると思うんですけど、そこで空回りしてほしくない。今年のような気持ちでまたさらに努力して、気がついたら74本、俺と一緒にやったバリー・ボンズの記録をマジで抜いてほしい。それぐらいの気持ちはあると思いますよ。表に出していないけど、一般的に言えばシーズン74本塁打は不可能に近いと言わざるを得ません。しかしその可能性を感じさせてくれるのが大谷選手のすごいところですね。また新庄氏は大谷選手の人間性についても言及し、このように語っています。一緒にやったことがないのでよく聞くんですよね。すごかったですかって。そうすると、いや桁が違う、今まで見たことがないっていう人ばかり。人間的にも性格的にも考え方もパーフェクトだって言っていたんで、可愛さはない。ちょっとぐらいダメなところがあってくれた方がね。野球も人間性も全てがパーフェクトな大谷選手、可愛さがないというのも新庄氏が大谷選手の全てを認めているからこそなのでしょう。どんな壁も軽く越えてくるんじゃないかな。石井一久氏。最後は2002年にドジャースに移籍し、剛速球とスライダーでメジャーの打者たちをねじ伏せた石井一久氏。3年間ドジャースに在籍した石井氏が着用していた背番号は大谷選手と同じ17番でした。昨シーズンオフに大谷選手がドジャースと契約し、自身も背負った17番をつけることが決まると、石井氏は率直な思いを語りました。僕がつけていたのは3年間ですけど、大谷君と同じ番号をつけたというのは僕の自慢になります。またスポーツ界史上最高となる10年7億ドル、およそ1015億円の超大型契約について冷静に分析し、次のように語りました。僕は大谷君は金額ではなく環境だったり野球に打ち込める場所で選んだと思いますけど、エージェントが彼にふさわしい金額を考えて交渉したんじゃないかなと思います。大谷選手にはこういう金額が似合っているという評価をしてもらったというところだと思います。野球選手の年俸はこれまで積み上げてきた実績や今後の期待に向けた対価です。スポーツ界史上最高となる契約は大谷選手がメジャーナンバーワンの選手として認められたことの裏付けになるのでしょう。また大谷選手がスプリングトレーニングの中で走力向上のための機器1080スプリントなどを使い、様々なデータを取りながら強化に取り組んでいることについて石井氏は次のように分析しています。
走力強化にもつながるし、敏捷性だったりそういうものの体力を測定する目的もある。調子が良くなったり悪くなったりするじゃないですか。調子がいい時はどういう数値が出ているのか、調子が悪くなったらどういう数値なのか、怪我をしやすい数値っていうのがどの辺にあるかっていうのを読み解くためにもデータを持っておくというのは必要。怪我の防止にもつながってくる。そして大谷選手が改めて走力の強化をしている理由について、今シーズンは投手として活動できない分、走塁でチャンスを広げようとしているのではないかという見解を示しました。僕は彼は野球少年でもありチームプレーヤーでもあると思っている。野球少年というのは投げる、打つ、走るだけじゃなくて全部が上手くなりたいっていうところから始める。完璧を求める大谷選手ならではの発想だと思うし、チームプレーヤーとしてっていうところで今年は投手ができない。そうなるとどういうところを貢献したらいいだろうっていうのを弾き出した時、打つだけじゃなく走力、一塁から三塁まで走る走力でなるべくチームが得点する可能性を高めようと鍛えているんじゃないかなと思う。まさにその成果が現れ、着々と盗塁を積み重ねている大谷選手。スーパースターとなってもチームへの貢献を追求する姿勢には頭が上がりませんね。また今シーズン開幕前に石井氏は大谷選手にこのような期待を寄せていました。向上心があるからこそみんなが考えられないようなプレーをするんじゃないかと思いますね。ものすごい打つと思います。ただ一般的に言われるリーグも違いますし投手も違うから最初は苦労するだろうとも言われていますけれど、僕は大谷選手はそれなりに7年の中でいろんなキャリアを積んできている。だから壁を軽く越えてくるんじゃないかと思いますね。石井氏の期待通り、指名打者史上初の MVP や打撃タイトルの獲得が視野に入ってきている大谷選手。ワールドシリーズ制覇に向けて個人としてもチームとしても突っ走ってほしいですね。さて、いかがだったでしょうか。現在の大谷選手の活躍の裏には日本人メジャーリーガーたちが紡いできた歴史があります。それは大谷選手自身も十分に分かっていることでしょう。だからこそ大谷選手は人一倍努力し、人一倍全力でプレーしています。今シーズンこそワールドシリーズを制覇して日本人メジャーリーガーの歴史にまた新たな1ページを刻んでもらいたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またたくさんのコメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。